はい、どうも皆さん、バークレーです。アンセムやっていきましょう。で、今回はコンボについての説明と、であとコロッサス単体でお気軽にできるコンボなんかも紹介していきたいと思います。はい、でまずね、アンセム初めて触った人とかやったらコンボ自体がダイヤネンって感じやと思うんですけど、ざっくり説明するとダメージが大幅にアップする連携技っていう風に捉えてください。はい、で一応この画面でオプションボタン開いてもらって、でこんな画面開くんですけど、一番右のところチュートリアルっていうのがあって、でそこの遊び方をしてもらったらコンボとステータス効果っていうのが一応説明書きであります。でざっくり説明すると、状態以上に、かかった敵に対してそれに有効な手段で攻撃すると、コンボが発動しますよっていうのが書かれてます。で、炎氷電撃3っていう状態異常がありますよっていう風に書かれてますね。で、攻防に1回行ってざっくり説明した後に、実戦で説明したいと思います。で、よいしょ。コロッサスで説明するんで、皆さんは自分のメインキャラに置き換えて、聞いてください。で、コロッサスでいうところの重機ランチャーだとか、重火器か、重火器ランチャーだとか、ヘビーアサルトランチャーっていうのがあるんですよね。うん。で、例えば重火器ランチャーのところで、ファイアボール迫撃砲っていうのがあって、まあこれ簡単に言うと炎属性を、状態異常として付与できる武器なんですよ。で、これでまず状態異常にかけてあげると、うん、でその後に、CG キャノンステータスの下のところ爆発コンボを発動させるって書いてあるじゃないですか、うん、これが起爆剤なんですよね、コンボの。だから状態異常にかかってる敵に対してこのコンボを発動させるって書いてあるやつをぶち込んであげるとコンボが発動します。はい、なんでまあまあ簡単ですよね。状態異常に付与してコンボ発動できるやつをぶち込むっていうだけです。はい、でストームなんかでいうと、まあ、氷属性を付与した後にこっちのこの CG キャノンというのをぶち込んであげても、コンボが発動するし、でこのファイアウォール迫撃砲を撃って、炎を付与している敵に対して、ストームの電撃なんかを叩き落としたりしても、コンボが発動します。うん、まあ、同じキャラでも一緒ですよね。これで燃やしてあげて、で同じキャラのコロッサスとかがこの CG キャノンでもいいし、まあ、レールガンとかこんなコンボが発動するやつをぶち込んであげるとコンボが発動するわけです。はい、で、まあ、とりあえずこのセットで1回説明して、ほんでその後、まあ、こんなやり方もコロッサスありますぜみたいな感じのやつを紹介していきたいと思うので、まあ、時間くださるなら、見ていてください。それではどうぞ。はい、来ました。じゃあ早速やってみましょう。でまず状態異常が付与された状態を見ていきましょう。よいしょ。カニさん飛んでくるんかどないするんかちょっと分からへんねんけどよいしょ。はい、でこれ当てると、ほら今名前の上あんな風になんかアイコン出てるじゃないですか。一応あれ火のマークだと思うんですけど、これが他の状態異常、例えば氷とかやったら、氷のマークが出ると思います。で3やったら3のマークが出るんかな。うん、なぜ状態異常かかってる敵はこういう風に状態異常マークが出るっていう感じです。でこの状態異常にかかってる敵に、さっき説明した、起爆できる武器をぶち込んであげるとコンボが発動します。ではやってみましょう。1回状態異常にかけといて起爆でコンボっていう風に発動するんで、うん、まあ、簡単ですよね。もうほんま口で言ってたみたいに状態異常かけて、でから起爆できるやつをぶち込んであげると今みたいにコンボっていう風に発動するんで、やってみてください。ただ1個だけ注意点が今のところ分かってるのあって、青色ゲージ持ってる敵いるじゃないですか、シールド持ちのやつ、あいつら状態異常にかかんないんですよ。だから赤ゲージになるまで削ってから、状態異常をかけて、ほんでから、起爆すると、うん、そんな感じでないとちょっと無理ですね。で黄色色した、ゲージのやつ、ちょっと強いやつ、あいつらは別に状態異常普通にかかるんで気にしなくても大丈夫っていう感じでございます。はい、で、コロッサス1人でやるコンボなんですけど、まあ1個か2個になるんかな、まあちょっと1個面白い組み合わせか、うん、を紹介していこうと思うので、そちらの方行きたいと思います。でその前に、1個だけ小技みたいなのを、紹介していきたいと思います。これ、今飛んでる時白色のゲージだと思うんですよ、こうやってね、ブーストゲージ、うん、なんやけども、よいしょ、水辺の近く飛んでるとこれが、よいしょ、今みたいに水色ゲージになるんですよね。こうやって水辺の近く低空飛行で水の近くを飛んでいると、水色ゲージになるのでブーストが、全然減らないっていう技があります。
まあなんでブーストゲージ短いというか遅いコロッサスとかでもこうやってブーストを延長させることが可能なんで、いや皆さんぜひやってみてください。空中飛んでるとね、ちょっと今冷えちゃってるけど、まあそのうちブーストゲージが出てくると思うんだけど、出てこねえな。よいしょ、あ出てきましたね。うん、今 水色なんですけど、まあほんまやったらこれ白なんですよ、この高さやったら。でこうやって低空飛行してあげると水に近づけば、水色になるんで、うん、こうやって、ブーストゲージ延長させてみてくださいとかね。あの天候が雨だとかそういう時とかも、強制的にって言い方らしいんかどうか分からへんけど、今みたいに水色になるんで長く飛ぶことが可能っていう感じでございます。まあ、天候によって変わるっていうのも面白い要素だと思いますね。はいよ、うん、でこれでコンボでポンチしてもコンボになるんでまあやってみてください。でさっき言ってた、一つ面白いなと思った組み合わせ紹介していきたいと思います。どうぞ。はい、じゃあ、1個だけ、組み合わせですね、左肩にライトニングコイルっていうのをつけてて、で右肩に火炎放射器をつけてます。うん、で個人的に面白いって思ったのはかなり近接特化になったコロッサスという感じでございます。ちょうどねなんかミッション来てるんでやっていきましょう。まず右腕単体でやっていきたいと思います。それだけでもね十分面白いんですよ。火炎放射器で状態異常に刺しといて、でそこ殴る、もうこれだけでコンボが発動するんで、よいしょ、右手で燃やしてで殴ると、うん、もうすぐ溶けちゃったけど燃やして殴る、うん、ほんまこれだけっす。だから普通に燃やすだけでも強いし殴れるしみたいな感じなんですよね。で個人的にまたいいなと思ったのは火炎放射器、ずっと継続して撃てるわけやから、このジャンプしながら撃ちやすいんですよね。こうやってジャンプしながらね、エイムも切り替えながらジャンプして、うん、こんな感じで使えるんで、燃やしてパンチ。これでもねだいぶスーパーチャージゲージが溜まりやすいと思うんですよね、コンボを、発動させると。うん、まあなんで数が多いっていうのもあるけど、もうスーパーチャージ発動できるんで、まあこんな感じで、え待って、あなんかね撃ったあかんって言われましたまあなんせ燃やしてパンチすると面白いですよみたいな組み合わせです。とりあえずは火炎放射器単体だったらね、うん、燃やしてパンチ、で、単体でできる技としてはこれがいいと思ったんですけど、もちろんねあの状態異常にかけれるってことは味方の人が、コンボ狙ってほんで、まあ、雷だったり、インターセプターらへんがちょっとよくわかんないんやけど、レンジャーやったらなんかあれかな、グレポンみたいなやつだとか撃って起爆もできるし、うん、状態異常プラス勝ち込みができるっていう感じなんでだいぶ面白いと思います、火炎放射器で。もう一個組み合わせ、左肩のライトニングコイルっていうやつなんですけど、これがね本来なら盾とか出してる時って左肩のやつ発動できないんですよ。なんやけどこのライトニングコイルだけ今のところ発覚してるやつがこうやって攻撃してくれるんですよ。盾構えててもなんなら空中飛んでてもこうやって発動しながら飛んでくれるんで、うん、かなり面白いんじゃないかと思います。で燃やしてライトニングコイル発動させてもコンボが発動するんですよ。これだから火炎放射器打ちながらこの左肩のやつ打ってコンボ発動みたいなのもできるんで、うん、ちょっと敵探す前にちょうどいいわ。例えばもう一個豆知識っちゃ豆知識なんかも分からんけど、ごめんなさい、あの知ってる方の方が多いかもしれないんですけど、例えばね今赤ゲージが体力回復するやつ で青のやつが緑色かが弾薬なんですけど、まあ前の動画でも一回言っちゃったんやけど、こうやって打ってるじゃないですか、この上の数字、右下のところっすね、めっちゃ痛いねんけど、右の数字減ってるやつがマガジンで、その下の200ってやつがまあ残弾ですよね、予備弾倉という言えばいいのかなんやけど、この弾薬を拾えばマガジン直接弾がいってくれるんですよ。まあなんでリロードする手間がこれだけで省けるっていう感じなんですよね。で全弾打ってもてそこに弾薬があるなっていう分かってる状態で戦って、で全弾打ち尽くしたらへんで、あリロードせなあかんっていう時にこれ拾って、でそこまた打ち始めるっていうのも可能なんで、うん、まあ、こういうやり方もあるんで、一回やってみてください。うん、ちょっと話ずれましたね。よいしょ、ちょっと左肩、当ててるところもちょっと見てほしいんで、ちょっと敵探してきます。
はい、来ました。ちょうどいいんですけど、またこいつっすね。燃やしながら左肩、あー、ごめん、間違えた。燃やしながら左肩を撃つ。よいしょ。これでほら、コンボが発動するんで。まあ、その代わりこれ、地上では走れないんで、ちょっと気をつけてください。燃やしてほら、うん、こんな感じでコンボも発動させれるんで、まあ、ちょっと面白くないですか。で、これ、左肩単体でも、縦構えながら、こうやって、いけるんで、例えばね、ちょっと一回待ってもらって、右下のところの一番左ですね、L1、R1 で出せるバトルクライっていうのも出して、縦構えて左肩発動。なんで、この、タゲ取って自分は守りながら攻撃っていうのも可能なんですよ。で、気が向いたらこうやって状態異常付与して、うん、コンボ発動みたいなのもできるんで、まあ、これでも面白い組み合わせなんじゃないかと思いました。はい。で、これ発動してる最中でも格闘ボタンも、押せるし、でさっき言ったみたいに、今ちょっとよいしょ、発動してる状態で飛ぶことも可能やしっていう、うん、まあ、なかなか面白い組み合わせなんじゃないかと思いまして、はい。まあ、これ発動、これ発動、こうやって発動、まあ、こんな感じですよね。うん、できるんで、でさっき説明してた、ちょうどいいですね。今雨なんですけど、これ雨降ってるんで、どこ飛んでても水色ゲージのまんまで、うん、かなり飛べます。まあ、天候が関係あるのほんまに面白いなと思いました。はい、な感じですかね。よいしょ。一応もう一回やりましょうか。今のなんか組み合わせのやつ。ああ、ちょうどいいやつらがいますね。よいしょ。燃やして、燃やす前に左肩発動させて、燃やして、まあ、ちょっとこいつら体力低すぎるからちょっと分かりづらいんですけど、うん、今発動してくれましたね。まあ、いろんな行動しながら動き回れるコロッサスって感じで、こうやって火ばら巻きながらうろちょろもできるし、よいしょ。まあ、だとか、あの、いいところといえば、まあ、近距離行かなあかんっていうのはそうなんですけど、左肩のやつと違って出せる時間が長いんですよね。うん、でまたコンボ発動して、でこれ自体もダメージ高いんで、こうやってやれるし、うん、でこういうやつもさっさと剥がして、でパンチでコンボ組み込めたりもするし、うん、かなり面白いと思います。まあ、こんな感じですかね。ちょっと落ち着ける場所行きたいな。よいしょ。はい、な感じでございます。まあ、おさらいとしては、コンボ自体は状態異常にかけた後に、起爆できる攻撃を、当ててあげてコンボを発動させると。で、おそらくなんですけど、スーパーチャージゲージもコンボを決めてあげるとたまりやすいんじゃないかというふうに、体感上そんな感じでした。はい。で、あと、水辺の近くを通るとブーストゲージが、まあ、長持ちするっていうのと、まあ、あとマガジンの管理ですよね。弾薬が落ちてたら、まあ、あんな感じで途中でリロード挟まなくても、弾薬拾って即座にマガジン回復っていう行動ができるんで、うん、まあ、ちょっと強そうやからこいつまでちょっとやりましょうか。こいつ状態以上かかるんかな。あ、かかったかかった。うん、だいぶ強いですねこいつ。まあ、それでもこうやって立ち回れるんで、まあ、メイン武器とかも普通に駆使しながらでもいいし、これメイン武器打ちながらでも雷発動できるんで、よいしょ。あ、バグってるんやった。はい。じゃあちょっと一旦下がって、終わりたいと思います。よいしょ。うん。まあ、なんで、あの、知ってる方の方が多かったかもしれないんですけど、知らなかった方、一回やってみてください。うん。まあ、俺だけが面白い組み合わせかもしれないけど、ちょっとこっち向いてくれへんな。はい。以上でございます。もし気が向いたら、チャンネル登録、Twitter のフォローとかしてみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。お疲れ様です。